僕も阪神・淡路大震災の時ですね、子どもの情報ボランティアに子どもが生まれまして、でその後やっぱりその当時まだパソコン通信ですとか、まだインターネットがそんなに普及してない頃で、使ってる方もごく一部の方っていうで、携帯電話も皆さんほとんど使われてませんし、使ってたとしても今でいうガラケーよりもさらに機能のないものっていう、本当に電話がするぐらい、電話する機能と電話ちょっと機能ぐらいという、この当時全国の市町村の数が3300ございまして、でまさその3300の中に知り合いをどんどん増やしていこうよっていうところから話を広げていった時期も一時期ございました。でその中でその情報ボランティアとか情報団っていうやつの役割の話をされたりして行ってきました。まさに被災証明の発行から生活再建支援、がら空き撤去、被災者対応のアドバイスですとか、災害時の要援護者の対策、アドバイスとかですね、あと福祉避難所の現場運用の支援ですとか、避難所の情報支援、あと各種法令の解釈ですね、特に災害救助法を正しい運用の仕方ですね。その中でやっぱその情報が必要というのは皆さん共通して持つんですけども、地域の情報をやっぱり生かすことができないですとか、役所さん自体もその災害対応とか防災を正しく理解できていないところが正直多いというのが正直なところです。で、例えばですね、今全国の市町村単位で地域防災計画っていうものが作られていると思いますけども、一方でその災害ボランティアセンターの情報班的な役割を持たせるか、その明確定義ないみたいな形のところばっかりでして、でこの状態だと正直私もマニュアル作ったりとかという立場でいろんなこと考えながらやってますと、活動する時に万が一、例えば活動する時に自分自身が災害の現場に入りすぎちゃって亡くなり命を失うケースがあるですとか、あと誰かを怪我させてしまった、あと何かのきっかけで誰かが亡くなるようなきっかけを作ってしまったとか、万が一そんな感じがあった時に現在の状況では正直今ボランティア保険の災害対応のところの延長上ぐらいのところでの限界なんていうのは正直思いながらありまして、でせめて消防団と同じようにできないのかなということはずっと思いながら本日に至っているというのが今の状況です。必要な制度の法律の話ですが、私も実は情報団は洲本で3年間関わっておりましたけど、ここで一番やっぱりネックだったのは教育研修体制、これが全く作れなかったと、これが結局小島さんが問題にされているノウハウが全然こう継承されないということですね。でこのフォーラムは関東総通さんが立ち上げたと思いますので、ぜひこの情報団を実現するための検討会ですね。それとあと、ちゃんと人材発掘、というところでフォローされてますけども、ここで検討会のメンバーに来ていただいて、それとあときっちりとですね、今日日本管理士機構さんとご案内というのがありますが、こういうふうな形で、情報誌ありませんけどね、機関的情報誌ありませんけど、そういったものを何か、ちゃんときっちりと資格制度を作って、いろんなところまで持っていけば、ちゃんと情報なんていうのは実装されるのかなと。誰か特別な人は情報団っていうふうな形になっていくと、なかなかしんどくなってこないから、なぜならば、その方たちも被災者になると思うんですね。で、やはりどういう形が一番いいかというと、地域の中にどういうリソースがあるかということを、人的なリソースですね、これを一緒に共有をしながら、とにかくやっぱセンターがないと、指揮をするセンターがいないと、災害情報の時には機能しないと思います。なのでそれをやるのが行政なのかどこなのか、そこのところというのはその地域によって違うと思うんですが、やはりそのセンターをきちっとすることと、そこを一緒になって地域のそのリソースを一緒に開発するで、そのプロセスの中で培われたネットワークというのが非常時の時に生きるんじゃないか、そんなふうにイメージしています。僕は以前陸上自衛隊に所属してたことがありまして、中でもその通信団というところにいたんですね。で、もっと言うとですね、いわゆる基地通信隊、基通と言いますけど、基地通信隊にいたことがありまして、その中でいわゆる情報通信をやってきました。なので、その現場で起きていること、それが、いわゆる作戦本部の、通信担当に届くところ、それが意思決定をする、災害対策本部になると思うんです。意思決定をする人たちにどうやって渡せるか。でそこからまた出てきた CG をまた現場に戻すという役割でいいですね。このモデルを民間レベルでできないかなっていうのを情報端の話を聞いた時に実は思ったんです。それはもちろんそういった自衛隊だけではなくてアマチュア無線の経験だったりとかいろんなところで経験を持っている方がいらっしゃるので、そういった人たちにこう集まってもらう仕組みができた。消防団の情報版ですけど、これ消防団の中に機能別消防団っていうのができてるんですね。これは松山市の団なんですが、民間の上は機能別消防団なんですけど、例えば郵便局のポストマンがですね機能別消防団ですよ。もちろんホース持って水かけたりしないですよ、ね、何かあった時にバイクで走るんです。で大学生が機能別消防団員なんです。普段から訓練してて、で災害が起こった時に動き出す。普段はだから、水まいかないとホース持たないんですね。だから消防団いいんじゃないんだけど、きちんと身分保障もあって危険なところに行ってもし何か事故があってもちゃんと保障されるんですね。だからこういう制度があることを頭に置いて、これってひょっとすると情報団がここにピッて機能別消防団員で情報団がしたらいいかもみたいな方法もあるかなというふうに思います。私はやっぱり、機能別消防団に可能性を感じます。消防団は消防署の直下にあってですね、町中に、町奥にそうですけど何人もいます。消防職員が駆けつけられなくても消防団員はいます。消防団は、団長、副団長、分団長、階級に分かれて、ですのでこの情報に特化した消防団員もですね、いろいろ資格を与えることで、機能するんじゃないかなと。また公的な裏付けもございますし、最近ドローンの免許も、防災上ではオープンに使えるような免許も、そういう方にも、団員という資格を与えれば、それなりの使命感とですね持ってやっていただける可能性があるんじゃないか。どう導入していくか実装するかというところなんですけど、今現在はどちらかといいますとこんな感じの。今一番上ですね、災害ボランティアセンターの情報班の延長のようなイメージですとか、自主防災組織の延長的な感じですとか、明確な定義ないとかっていう形の今混在しているような感じで私は思っています。で、その後先ほどの正木さんからご紹介あったような機能別消防団としてちょっとまずやってみようよとか、あと場合によってはその三角間連携とかいう形でやってみようよとか、あとその情報団のその制度構築のための現場からやってみようとか、いろいろ取り組みができると思っているのはアメリカではですね、国家組織の FEMA から、コミュニティの SERT まで ICS という仕組みでうまくまとまっているんですね。でその、ICS というのは、こう組織の形が決まって形っていうのかな、仕組みがほぼ決まっていてやる役割がきちんともうセットアップされているんです。でこのホームが、地域までこう降りてきてまして、さっきのね丸山さんのスイッチャーっていうのはここでいうとサートチームのリーダーになるんかなっていう感じなんですが、じゃあ情報団でどこやるのっていうとこの、ごめんなさい計画部ぐらいに当たるんかな。いろんな、ドキュメントや情報を収集して発信していくというふうな役割を担うのが、情報団の、役割で。仕組みっていうのはできれば、その地域に情報団があってこれで独立してるんじゃなくて、横連携をしていていつも助け合うというような状況にあればいいのかなというふうに、私はイメージをしています。大竹さんの鳥の目と我々が育てる虫の目で、虫の目がまた地域のその必要な被災した時に必要な情報を的確に提供できると、そういう人たちを作っていけたらいいなと思いながら、実際の社会実装まだちょっと時間かかるかもしれませんが、具体的にこれっていうのがどうやら突破口が見えそうな気がします。すでにもう情報圏は整ってきていると思います。